文州は中国五漢時代末期の武将、炎症敗下。炎症軍の中では元領と並んで優勝と称され、孔融が曹操に対して出兵を諌さめた時には昇水の代表として名が上がっている。懸案五年、それまで睨み合っていた炎症と曹操が激突し、炎症軍は白馬における初戦で元領を討ち取られた。しかし、 曹操軍が白馬から引き上げ、黄河に沿って西へ移動したため、炎章はそれを追って、黄河を渡り、南岸の野別に到達した。炎章は文州に対し、当時確証となっていた劉備と共に、曹操を追撃させた。これに対して曹操は、順勇の策略を採用し、市長隊をおりにして、文州を誘った。文州はこれに引っかかり、市長隊を襲ったため、 このことが元で人形が見られた。曹操はこの機会を逃すまいと、手薄になった文州の部隊に攻撃を仕掛け、文州を混乱の中で戦死させた。元領、文州と名だたる将軍二人を立て続けに失ったことで、炎将軍は大きく動揺したという。曹操軍の順幾は、上記の公勇に対し、どれだけの武勇であろうと、元領と文州は所詮は、ヒップの勇。 一戦にして生け取れますと述べたが、まさにその通りとなった。小説、三国支援儀では、身の丈八尺、顔は鯛のような姿とされる。顔料とは、兄弟同然の親友という設定。境橋の戦い前後から登場する。境橋の戦いで、高村山に向かって突進し、ご一歩でこれを生け取るところまで追い詰めるが、炎章の下から出奔していた長雲に阻まれ。 取り逃がしている。白馬の戦いで、元領が討ち取られると、仇を討つために劉備と共に出陣し、史実同様に視聴隊の罠にかかり敗走する。しかし、追撃してきた長領を弓で落とし、さらに、徐行をも尻けている。だが関羽には打ち負けて、逃亡時に追撃を受け背後から残殺されてしまう。ありがとうございます。